今週と来週は親子で楽しむレッスン特集。今回はリトミックをご紹介します。お船はいちらこ、那覇市首里のリトミック教室ピアノドルチェ。1歳児のクラスにお邪魔しました。リトミックは20世紀初めにスイスの作曲家ダルクローズが考え出した音楽の教育法で、筋肉が感じる感覚を育てるのが大きな特徴です。いろんな感覚を常に動かすのが、リトミックの醍醐味になっていますね。全身を使って感じる経験って今の子どもはとても少なくなっているので、そういう能力をどんどん引き出してあげたり、あとリトミックの中では自分で気づいて自分で判断して自分で動くというプロセスがすごく大事なんですね。レッスンでは音楽を聴いてそのリズムや強弱を感じながら体を動かします。決められた型や振り付けなどはなく、それぞれが自分の体で自由に表現します。自分の耳でしっかり聞いて集中力を高めて、そして考える、自分で分かった時に自分で動くっていう、体のすべての筋肉を使って表現するっていうのはなかなか他のいろんな教室ではできない経験かなというふうに思いますね。赤ちゃんもピアノや楽器の音に興味津々。今まで楽器とか見せる機会とか聞かせる機会ってほとんどなかったんですけど、結構ピアノが始まったらじっくり見てるというか、もうその音に反応してるというか、それが結構びっくりしました。音楽にあふれるとやっぱりとっても体はハッピーに感じると思うんですね。でお母さんが音楽って面白いな、動くのって楽しいなって思うと、それは赤ちゃんにダイレクトに伝わるんですね。例えばお家の中でも赤ちゃんが音に対してとてもよく反応するようになったっていう声を聞くので、赤ちゃんの情操教育にもすごく効果があるんだなというふうに感じています。親子で触れ合いながら音楽の扉を開いてみるのも楽しそうですね。